しかし一目見てわかる、村は死の影に覆われていた。イオの分身が近くに潜んでいるのであろう。鼻をつく血の匂いが辺りに満ち満ちている。ありがとうございます。恐ろしかった。ありがとうございます。川の向こうにも仲間がいます。あの妖怪ども話してました。知らない言葉でしたが、恐ろしい響きで聞き取れたのは一つだけ。犯人や。
クロードの頭上に火の矢の雨を降らせようと燃え盛る火の少量がうごめいている。開いた。ネギオハシンタ、ヤスンベ。されちまった。天狗は古寺から来たようです。それとほらほらにはお気をつけください。かくしてクロードは山を目指す。民を苦しめる天狗を止め、皆を恐怖に陥れた洞を見つけるために。草支度をするクロードだったが、不意に身の毛がよだち体を震わせた。森の遠くに寺がかすかに見えてきた。クロードは道を急ぐ。天狗の生まれる地を探すために。Yeah!
獄に落ちろ。天狗が破れ平穏が訪れたかと思いきや、クロードの前に小次郎が現れた。小次郎が斬られ、天狗を操る力は失われた。こうして大綱の民に安らぎが戻った。しかし天狗のことはさらなる災いの前触れに過ぎない。感じるな、今助ける。